はい、こんにちは、ポナヤンです。ポケモンレジェンズアルセウス続きからやっていきたいと思います。さあ、わさびちゃんを追いつきました。追いつきましたよ。話しかけていきましょう。追いつかれたら終わりが近くてつまんないよ。あのね、私の千里がモーグルと共に空を滑空するあなたが見えたけど本当かな？千里眼って未来が見えるの？本当にする。未来はどうなるかわからないけど、モーグルと飛ぶのは簡単じゃないよ。それはそうだ。本気で飛びたいのならポナヤさんの強さ教えて教えて。そしてバトル。もうかかってくる？え、ちょっと待って。お、行く。ドサイドン、ブーバン、エレキブル、みんなで相手するよしちゃうよ。そんな。そんな。ひどい。レンちゃんからにしちゃった。ダメよ、レンちゃんじゃダメ。ドサイドンの、効かないもんね。ポケモン。好きな相手に殴れないのかな。ローゼル行ってください。でもエレキブルが攻撃してきたら終わっちゃう。どうしよう。やだー、毒ガスだって。こんなん3対1とかさ、おかしいよ。ダメ、ずるい。私のフローゼル、よかった、エレキブル。よし、かかって。攻撃できないまま終わっちゃったじゃん。いないよ。ムックちゃん行こうか。インファイトだ。力技。けやっちゃおやり。マジか、一発でいけると思ったよ。いけると思ってたよ。やだ、イワナ誰だ。やられてしまった。ムクちゃん強いよ。ヌメルゴン連れてきたらよかった。ダメだね、全部ダメなんだよ。地ならし、ガバイト頑張って。ガバイト頑張って。これでダメだったらまたさ、早技にしとこうか。またレベル上げから始まるから、3人に当たったらこれ勝てんじゃない？ほら、3人に当たれば勝てるよ。地ならし、みんな地面に弱いじゃん。解放じゃ、いやん。ガバイトのレベル上げたらなんとかなりそうだな。いけ、地ならし。よーし。あ、ブーバンはレベル30なんだ。エレキブルも30だ。よーし。いけ。ガバイト、やったー。ガバイト強い。強い。二人やられたけど、ポニータ入れてこなくてもよかったかな。どちらもあなたの勝ち。でもね、ウォーグルはあなたのことをもっと知りたいみたい。さあ、屋上に行きましょう。私の何を知りたいの？好きな食べ物？そんなわけないよって。バトルはないかな。大丈夫だと思いたいけど、一応回復しとこう。出るって書いてる。わあ、
これあれかな、ちょっとレントラー構えてたらさ、ビビらせちゃうよね。俺やられるみたいな感じで僕ふんにしとこう。わさびちゃんグラグラもうぐる。あなた自身でポナイサの強さ確かめたら、やだ、レンちゃんにしといたらよかった。そんなレンちゃんにしてたらよかった。バークフンだ、やってしまった。あ、でもあれだ、なんか効果抜群がある。百鬼夜行シャドーボール、どっちがいい、どっちがいいんだ、こっちの方がいいか。いけ、シャドーボール、ハニヤスにした。じゃあね、結構もう一回やっても大丈夫なように力技でいけ、シャドーボール、勝ちましたよ。ラッキーだね相手のタイプを何か分かってないから。あの子は飛行じゃないのなんでシャドーボールが効果抜群なんでしょう。だって鬼ごっこも楽しかったし、帰ろうかな。おいおい、だって待って待ってください、冗談だよ。一緒に笛を吹いて、みんな上手に笛吹くね。一回聞いて覚えれるんだからすごいと思う。あ、聞いてる聞いてる、お姉ちゃんの笛の音聞いてる。オーグル乗せてくれ、現実を心に刻み込んだ。ん、かわいい今の声。プレートもらったね。え、このプレートって何に使うの。あるポケモンに使うと飛行の力を得る。わさびよ、ありがとうな。あ、関さんついてきてたの、鬼ごっこにこっそり参加してたのね。オーグルもポネンさんとならあちこち飛べて楽しいんじゃない。そうだね、いっぱいいろんなとこ行くからね。そうか、それならいいよな、人とポケモンが寄り添う世界か。なあ、どうして時空の裂け目からの雷でキングたちを荒ぶる、他のポケモンを荒ぶらないのにね。神王様お怒りなのか、それとも試しておられるのか。試す、何か試練なのであれば、最後のキングクレベースを沈めれば裂け目が開いている必要もねえよな。もっとも試練をこなしているのは翡翠に暮らしていた俺らではなく銀河団のあんただけどな。そうだね、しかもこの時代の人間じゃないっていうね。何、知恵者の真似事をしているの。関さんは考えるのは苦手でしょ。言われてますよ、言われてますよ。うるせえな、時代の変化ってやつを感じてるんだよ。何歳なの、若そうに見えるけど。そして時代の変化を起こすのはあんた、俺はそう睨んでいる。つまりあんたについていけばよ、いつか神王様に会えるってな。会えるかな。関さんの話面白い、つまらない、さてどっちなかなか辛辣なことを言うね、あなた。お姉さん、モーグルと大空を舞いなよ。これだけの高さ、飛び降りたらモーグルとどこまでも行けるよ。永遠の氷を忘れるな、入試のためにモーグルと行くんだよね。ねえねえねえ、前回さ、落ちたところにさ、あった、あれはどうなの、永遠の氷じゃないの。地上にはあったけどさ触るとこちらまで凍ってしまいそうだみたいなこと言われたけど、あそこに見えるのが氷塊、どこ。モーグルと共に飛んでもらいたいときは急降下すればいいよ。どうやって、何ボタンですかポネオラ、ライドポケモンモーグル呼び出し滑空できるようになった。滑空っていうことは飛び上がることはできないんだね。ふんふんふん、落下中に A を押す。その場で高く上昇し、その場で高く上昇し、滑空する。あ、怖い。
怖いよ。ねえ、怖いよ。あれは違うの。あれじゃないの。あくまでもこっちなのね。ねえ、あっちも行ってみていい？行ってみる。やっほーい。楽しい。いや、楽しい、これ。ここでさ、前、急降下。ねえ、どうやって降りんの？ここで降りたい。ここで降りたい。怖いよ。どうやって降りんだろう。これって落ちてってるのかな？落ちてない？別に特に何もなさそう。降りてみてみないとわかんないね。ねえねえ、わかんない。うん、降りれた。何にもなさそう。あそこ水の上飛んでるよ。あれ、さっきここ通ったっけ？通ったな。あそこ何とか言ってたけど。通った私。オーニュラで登れ。なんかないの、本当に。こんな何かありそうなところで何にもないの。こんな。行こう、ほんなら。行きようって言ってしまった。ビーダーシュ。あー、すごーい。楽しい。ずいぶんあれだね、移動が楽になるね、そしたら。でも、ちょっと難しい。ちょっと難しい。どこに移動してんのかわかんないもん。よいしょよいしょ。降りたいです。これか。ピピピピピピ。アルセウスフォンが反応している。なんでアルセウスフォンが反応するんでしょう。永遠の氷を手に入れた。よし。クレベースの一部と言われる。わーはは。なん、いるやん。いるやん。一人登り切りましたよ。お、お前さんもいらしたか。もう評価の目に飛び乗って永遠の氷を入手しましたか。熱い使命感、どこから来るのです。いやー、あなたすごいですね。ハマレンゲに永遠の氷を渡した。お前さんの努力には敬意を表しますぞ。いろいろ思うところありますが、クレベースと戦えるよう準備をします。氷山の戦場に起こしなさい。わかった、行くよ。おっと、決して真似はするな。鍛えた筋肉の持ち主だからこそ、ここから飛び降りることができるのです。では、大きな口開けた今。うん、何にも見えなかった。今画面真っ白だった。どこ行った？消えたね。これ最初行ったとこ？なんか落ちてる。回らないで。ゴリゴリミレナル、ゴリゴリミネラルがいっぱいある。今度あっちか。いや、ポケモンほんとどうしよう。これ、ポニータ、ポニータダメだよ。ポニータダメだよ。変えてこよう。ポニータ入れ替えてきました。ポニータ入れ替えて、さっき捕まえたニューラ入れた。ニューラって、おお、格闘毒なんだね。びっくりしちゃったよ。氷じゃないんだって思うな。ただね、私のパーティー的にも氷がいた方が強いんじゃないかっていうのは思ってるんだけど、普通のニューラの方がいいかもしれないと思いながらも、まあ、せっかくさ、親分捕まえたしさ、通過をと思って。強いしね、一番レベル高いんだ。
だからニューロ連れてきた。ラッキーだね、あんな簡単に捕まえられたの。ブニャッと、バイバイブニャッと。あそこにはどうやって行くんだろう。雪玉レベル上がった。もっとレベル上がって、でビーダル、ビーダルがいる、いたところ。あ、戦場への道、戦場への道だって。いや、ガバイトのレベル上げするか。どっかでガバイトのレベル上げしたいんだけど、してこようかな。レベル上げしてからさ、ボスでいいんじゃない。いい気がする。氷でしょ、だって。あ、だったらいいのか。ちょっと戦おう。5力49、勝てるのか、勝てるのか。大地の力いけ。よし、守りの力が弱くなった。ビルドアップ、いやー、大きくなった。攻める力が強くなった。守りの力が戻った。じゃあ何、80、ドラゴンクロいけ。力技のドラゴンクロにしてればよかった。あ、いけた。モリキやんつけた。う、なんか見つかってるよ。また出てきたの。さっき倒したけどさ、また戦いたいの。うん、50、あ、間違えた。50いくらまでさ、そのしなきゃいけない。50、ダメです。入ります。さよなら、さよなら。ダメだ、55までとても上げられない。さっきのところまで帰ってきました。もう腹くくってニューラ行こうと思う。あら。めっちゃ見てるんですけど、めっちゃ見てるんだけど、あの子やめて。そこ私行きたいの、そこに。こっち見ないでください。入れるかな。あ、走った、逃げやがったな。タッチされた。私の気配を察知された。ここ草むら判定でしょ、丸見えだけど、丸見えの草むら判定。ちょっとさ、寒いでしょ。モンスターボール入りたくない？ねえ、寒いでしょ、寒いでしょうよ。あっち向きなさいよ、あっち向きなさいよ、あっち向いてよ。ね、寒いんでしょ、モンスターボール中入ろうよ。暑いんでしょ、違う、暑いんでしょじゃない、寒いんでしょ。寒いよその格好。よし、いけ。あ、逃げろ。逃げろ。よし、話しかけよう。強制的にキャンセルだ。イヤポ姉さん、純白の凍土で人と出会えた喜びは別格ですね。この人は何なんだろうね。オロさんもなんかあるのかな。ハマレンゲさんに頼まれた剣舞茸を届けに来たのですが、クレベースの話を聞くことができました。どうです、お聞きになりますか。ぜひ聞きたい、聞きたいですよね。プレイベース低い地方5匹目のキングですね。あれだよ、あいつはとんでもないぞ。どんな感じなの。教えていただいた話では、氷の塊を弾幕のように打つだけではなく、大きなつららを放ったり地面から氷の結晶を突き出すそうです。強すぎませんか。強すぎますね。ちなみに
古代のクレベースは高さが30メートルもあったそうですよ。やばいのと戦わせようとしてない？大きすぎませんか？あれだよ、剣舞茸を食べてからの筋肉特訓は効くんだよ。よし、戦場に行くとしよっか。いやー、なんてことやらせるんですか。クレベースを見たかったのですが、さすがに危ないと言われましてね。では寒いので失礼します。ねえ、ここ入れるっていうことは、あれ高いんじゃないの？あのレベルが。一つ星、二つ星。もしかしてオロさんってすごい人なんじゃないの？カエニキーだー。あ、大根。大根だったよね、確かね。株じゃなかったよね。大根拾ってこう。え、ニューラに経験値あげとこう。あら、届いてなかった。いや、この辺の敵とさ戦ったりとかして、ほんとレベル上げしといた方が良かったんじゃないのかなって今思ってるんだけど、いけるかいけないかわかんないから、いけるかいけないかわかんないんだけど。お前さんの気持ちの強さが上回ったか。いや、人の世界、ポケモンの世界に踏み込むことで得た力なのでしょうか。では永遠の氷を使い、沈め玉をご用意しましょう。何、作り方は聞いていますし、私の筋肉であれば一瞬。もうスクワットばっかりして、スクワットで筋肉つきますか。つくんだよね。ほら、ご覧の通り。クレベースを沈めたいのでしたら先に進むといいでしょう。ですがクレベースはとにかく氷塊を放っていきます。お前さんも沈めるというのであれば、まずは無敵の回避を使うといいでしょう。いきます。覚悟を決めてやってやりましょう。ニューラがいますから。こちらにはニューラが。せめてさ、服買ってこればよかった。あったかい服を。わあ、なーにこれ。うそー、これと戦うの？聞いてないな。聞いてたけど聞いてないな。わいわいわい、ちょっと待って、どこが移動できる範囲なの私の。へへへ、こういうこと、こういうこと、こういうこと。落ちるとさ移動大変だよね。こうしてこうしてこと、もうこれでいいの？ここでこんなになるよ。なんとかなるんじゃない？こないだもっと大変だったよ。あわダメだー。なに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 、こうもう一回往復する、往復する。ポケモン投げて戦い、いけニューラ。どこに投げていいかわかんない。あー、まだインファイト、いけ、強いぞ強いぞ。ニューラだって強打の怖い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 。あっ、ニューラニューラが倒れた。ニューラが倒れた。いけ、ムックホーク、いけ、インファイト、いけ。ニューラが繋いでくれた。いけるぞ、いけいけいけ、連打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 。あダメダメ、
ミューラ、はい。あれだね、アイテムがさ、アイテムがさ、足りないのよ。アイテムが足りない。作ってこなきゃだったな。ほい。こうして、これは避けられるよ。ノン。あ、ちょっと待って。ほい。こうして。避けて。何がく、動き回んなきゃね、とにかく。ちゃんと追ってきてる。あ、でも、マルマインの時より。マルマインよりマシだぞ。いけ、ニューラ。あれだね、バックブーンだとどうなるのか見ればよかったね。僕もこうかありなんだ。え、格闘じゃないとダメなの？マジか。いけ、インファイト。力技覚えてこなきゃダメだね、これは。もしかすると、むくちゃん。いけ、インファイト。よーし。沈め玉。連打。ダメです。怖い。あの人怖い。でもどうせやられちゃうからもうこれでいいんじゃない？何がどう？よしよし、最初と同じね。やだ。ここ、とりあえず。Y は緊急時だけぐらいにしないとやられちゃう。奥ここまで何わかんない。パターンが変わっちゃった。どうこれ無理。難しい。目の前が真っ暗になった。え、相手の攻撃は続く間は避けることに集中して酸素を待ちましょう。避けてたよ。避けてたよ。ビームじゃないよ。大変だったの。ちょっと、一旦諦めたいと思います。この辺助けてもらった。オーマイガーしてる。お姉ちゃん。ということで、この決戦は次回へ持ち越しとしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、高評価ボタン、チャンネル登録、コメント等で応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。この世でした。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。